ス商工会女性部の皆様ありがとうございます。私ファンなのでちょっと皆様にお話を聞かせてもらってよろしいでしょうか。皆様もきっと気になっていらっしゃると思うんですが、どうぞ部長さん、部長さんどうぞ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 、まあ、とにかく私とってもファンで楽しみにしておりました。素敵なお着物ですが、これはどのようにご準備されたんでしょうか。最初は京都の方にリサイクルショップでお願いして揃えました。はい、自前で。自前だそうです皆様。この郷土を愛する女性軍の心意気素晴らしいですね。ありがとうございます。それから情報では昨年、どこか大変な大会に出られたそうでございまして、はいはい、なんか昨年、商工会の首長発表関東ブロック大会では群馬県の別社文化ホールで、また全国大会では福岡県のヒルトン福岡シーホークスのステージで踊ることがあったそうでございまして、発表もなさったそうで、おめでとうございます。その時のお気持ちいかがでしたでしょうか。地元の両津神宮の芸妓舞を大事にしたいと思って発表しました。ありがとうございました。はいはい、クラブのお嬢さん、お嬢様どうぞ前の方へ、お嬢様どうぞ前の方へ。なんかいつもいつもアイポートに明かりが遅くまでついてたようですけれども、練習は、はい、本当に皆さん練習熱心で、こちらがたじろぐぐらいに、これはどうすんの、これどうやるの、どうやったら綺麗になるのって言って、本当もう圧倒されっぱなしのもう練習が続いております。で今は私が指導しておりますが、最初はそちらにいる石月さんっていう方と、そちらにいる渡辺さんが担当で指導をしてくださってました。はい、ありがとうございます。石月先生ありがとうございました。はい、本当に一言、いつも支えてくださいましてありがとうございます。今後も両津商工会女性部芸妓舞クラブの方よろしくお願いいたします。ありがとうございました。はい、では締めていただけますか。今年はこのようにオアシスという素晴らしい催し物を若い青年部とか皆さんが本当にこうやって頑張って毎日毎日本当にアイポートに明かりをついていたというのは青年部の方たちだったと思います。こういうパワーをまた来年再来年と佐渡に生かしながら、私たちもその本当に一つの手助けになれれば嬉しいかなと思ってますので、どうぞご声援のほどよろしくお願いいたします。ありがとうございました。はい、この女性部の皆様は、皆様が企画されたイベントにはいつでもどこでも駆けつけてくださるそうでございますので、またこれからも愛してあげていただきたいと思います。どうも女性部の皆様ありがとうございました。ありがとうございました。どうぞもう一度盛大な拍手でお見送りくださいませ。ありがとうございました。